三森さんだってここにいたら生きれないですもんね。いや俺絶対無理って。八丸さんみたいな友達まず探さないと。ちょっと待って、いやスタッフさんまで近づいてると思ってなかったから。はい、どうもこんにちは、三森です。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがサンタ君です。坂田です。あ、坂田か。どうでもいいよ、そんなの。そうか、どうでもいいってなんだよ。周り見てください。え、そう、あ、まあ普段と違くて家じゃないんですよ。はい。で、今回も昆虫採集をやっていきたいんですよ。はい、はい、もう準備万端で、はい、虫取り少年。そう、しかもまあまた、前回同様、ランバージャックのスタッフさんに協力していただいて、はい、そうめちゃくちゃ照らしてもらってるんでそうスタジオみたいですね。そう、本当にね、本当にロケみたいな感じでただね、前回と違ってこじんまりとした住宅街の中にポツンとあるような公園みたいな場所なんで、はい、でだからちょっとね、あの住宅街な部分もあるから声は小さめに、はい、そうゴキブリで叫びそうになった場合はもう拳詰めるからってくらい、やっぱ静かにね、マナーは守ってグッと握ってね、我慢しましょう。そうそうそう、まあ、とりあえず坂田、はい、一旦衛星作っていこう。ありがとうございます。はい、ここから早速やっていくんですけど、この後ろがあの撮れる場所みたいな感じらしくて、まあ、はい、公園みたいな感じかな。ちょっとした、ほんとちょっとした住宅街の中にある雑木林みたいな、はい、そこで撮っていきたいんですけど、今日雨の予定だったけど一応雨は降らずね、晴れましたね。そう、晴れてはないか。そう、いいですね。そう、ただねちょっと風があるから、そこがどう影響してくるかっていう。風も影響するんですか。風も影響する。なんでかは聞かないで詳しくないですか。そう、なんか変なこと適当に言っても良くないから、はい、そうですね、うん、風影響するから。プロに任せましょう。そう、あとはプロに任せて。じゃあ行きましょうか、早速。行きましょうか。はい、ちょっとすいません、お願いします。今日お願いします。はい、あ、このままもう、はい、自由に回っていいですか。ちっちゃい感じなので、はい、もうパパパッと行ける。なんか大丈夫ですか、そのプロに任せなくていいですか。先頭は任せて俺に。いやいや、俺も言ってももうほぼプロだからほぼプロ、うん、プロの隣にいたらほぼプロになるそうですか。あ、これ、あ、ちょっと樹液とか出てればね、ちょっと俺も懐中電灯で。あれ？あ、なんかある。あれ、何これ。スズメバチ。あ、昼間。なるほど。え、中に何かいってますよ。そう、なるほど。蜂か、あれ。はい、蜂を入れるためのやつなのかな。やば、でもここも樹液は出てますね。少なそうですね。あ、やっぱちょっと出が悪いですか。ほんとだからちょっと、なんだろう、崖とかじゃないから、ここお子さんも連れてこれるような場所ね、平地で最初初めての方もいるんで。そうですよね、ちょっといいところを見せないとなっていうのは。先輩として。そう、先輩としてこうやってクワガタとか、まあ、昆虫が生活できるような木があるのがすごいよね。もちろん下土ですもんね。そう、めちゃくちゃ。コンクリじゃなくて、もう美味しそうな土よ。え、昆虫目線になってるやん。そう、やっぱもう目線から下げていかないと。こっち、あっちですって。いや、ちょ、おい、使われようとすんなってそう、試した、試したんだって。あ、スタッフさん試したんですか。そう試すようなことしないでくださいめちゃくちゃ生意気だなえ、下の方に。おー、すごいすごい、めちゃくちゃ樹液出て、カナブンが。ちょっとライトが明るそう。あ、ごめん、あー、いるいる。めちゃくちゃ集まってますね。ここら辺しれっとこう、黒馬とかいるかもしれないから。あ、でもねえかな。あ、でもいいね、ゴキブリもおらず。あ、ちょっとノコギリの大きいやつの頭になっちゃってるけど、結構でかいね。頭だけ？これどういうことですか？そう、だから食べられちゃってるね、もう。誰が食べるんですか、これ。カラスとか多分そういうのにやられちゃった。うん、カラスとかにやられちゃったんですか、三森さん。そう。カラスは結構食うからね。で、下に落ちてこう。さっき聞いたけど、ね。アリとかが。そういうこと。いや、でもすごいっすね。いるんすね、でも。ねえ。頭だけであんな大きかったら。ねえ、下半身はもう15センチぐらいなってんじゃん、もしかしたら。お、とか言っちゃって。ん？とか言っちゃって。聞いてた。ごめんなさい。俺も探してました。確かに。やっぱワクワクするよな。すごい、こっちの方もありますね。やっぱ雨が降ってきて。
あ、ちょっと雨降ってるな。みほさん、どうします？こんな臭め。あれとか。あれ、すごい良さそうですよ。あ、すごい、すごい、あ、持ってる。え、あ、違った。ゴミ虫的なやつかな。あれ、こいつそうじゃない？ちょ、待ってよ、見つけないでよ。何こいつ、どれどれ、こいつ違う。いたいた。失礼します。来ました。うわ、黒羽、黒羽のメスかな。あ、でも結構もう足も取れちゃって、ちょっと弱ってますか。うん。あ、え、ラタっぽい。白田ですかね。あ、黒羽か。黒羽。うん、黒羽でした。平田と黒羽どっちですか。これいろいろ見た結果、コクワですね。うん、あ、でもすごいいましたね。いや、いたいた。一匹、まさかの坂田が。中にいるんすね。すごいな、この開き方。隙間とかね。ここもう隠れ放題じゃん。どうですか。あ、でも今んとこ、今んとこダンゴムシはめっちゃいるけど。ダンゴムシいっぱいいますね。そう、俺がダンゴムシの部屋ってチャンネルやってたらね、取れ高だらけでしたね。変、うん、えます。変えようかな。風がすごいな、涼しいね。なんか やばそうですね。あ、ちょっと条件は、風強いとやっぱあんまいないですか。飛ばないんで。あ、飛ばないから。飛行しづらいから。僕の方とかも 見て。あ、僕行きましょうか。でもとりあえず1匹捕まえますね。すげえ。でかいですね。大きい。これ八丸さん喜ぶんじゃないですか。確かに。おい。シミカブが。え？お、すげえすげえ。うわ、めっちゃちっちゃい。見て見て。かわいい。めちゃくちゃちっちゃいのいた。出てた。ちっちゃ。何匹？これメスみたいですね。ねえ、こんな感じでめっちゃ立派なオスだし、もう3センチぐらいじゃん。すげえ。ちっちゃ。ちっこいのいます。あ、ここ本当カナブン、カナブンも集まってるぐらいの。でもちっちゃいカブトムシ、逆に珍しいかも。あんな可愛いの。ちっちゃいのね。ね、あれでも立派にこう自然界で生きてるわけだからな。三森さんもだってここにいたら生きれないですもんね。いや、俺絶対無理って。どうしよう、なんか八丸さんみたいな友達まず探さないと。寂しいから。そう、精神的な部分でダメになっちゃうかもしれない。いや、でもよくいたな、あんなちっぽい。こっち先見たんで、奥の、あの奥にいますね。 あ、マジですか。貴重な秋なんで。あ、すごい、これ、またこれもすごい木だね。ブドウとか。え、え、めっちゃいるじゃん。え、あ、めっちゃいた、めっちゃいた。あ、なにこいつら。でかいんじゃない。でかい、でかい、でかい。失礼します。見て見て、あ、お、メスもいる。ちょっと、オスメスだ。失礼するぞ。お、でっけえ。どんくらいだろう。え、60ぐらい、60ありそうですね。ありそうですね、全然あります。めっちゃでかいじゃん。すごい、ノコギリ取れましたね。取れた。三森さん見つけましたね。俺が見つけた。あ、こいつです、ね。あ、いたいた。すごい、ここでカップルしてた。あ、よ、出会うな、こんなとこで。すごいわな。すごい。渋谷だったんだ。見れば結構いるかもしれないけど。あ、そうですね。これ。これ楽しい。えぐ。めっちゃでかかった。大きすぎるな。大きい。さっきのカブトムシの倍あるもんね、絶対。あいつがちっちゃすぎるんだ。確かに。ちょっと入れてきます。あれすごい、めっちゃでかかった。ちょっと遠目から見てもクワガタいるの分かるぐらいの。う、ね、もう見えてましたね、うん、うわ、騒ぎたいな。ヤモリだ。あ、すげえ、ヤモリ。すげえ。あ、こいつだ。いつもお世話になっておりますって言ってんかな。どういうこと。ミモリでしょ。あ、そうか。自分の名前間違えないでください。ヤモリめっちゃ可愛いからな。でかいですよね、意外と。肌質もいいんだよ、ヤモリって。触り心地すごい良くて。
こんな感じで、すごっ。あ、結構奥まであるんですね。まだまだ探せそうですね。普通のこういう木とかにも全然樹液が出てない木とかにもついてたりとかするんで、おー、まなく見ておくと全部見て。確かにな、逆に今日飛ぼうとして樹液の場所を行く途中で休憩してたりするパターンもなくは、この風だと飛べなかったり。このこんなん言ったらあれですけど、この木に刺さってる釘怖いっすね。え、ほんとだ、怖っ。これあれじゃない、炭治郎がまだ鬼殺隊入る前に鬼と出会った時に釘というか斧で刺した時の感じというか、鬼滅で頭いっぱいやん。そう俺の中の鬼滅は滅ばないね、やっぱね。あ、でもここも平田とかもいたりするんですか。ここいますね。あ、いるんだ。見つけたいですね。ね、平田に撮りたいですね。なんかね、ちょっと隙間で休憩してる感じのいたらね。まあでもでっかいノコギリ取ったからな、今ね。風が強いんで下面に、ついてそう。下の方で確かにさっきのノコギリも下でしたもんね。確かにね、なんか耐え忍んでるパターンだったりするのかな。あ、樹液出てる。すごいな、隙間。あ、でもないのかな。あ、でもまだ奥にもいっぱいありますよ、三森さん。え、さっきもいっぱいありますね。ほんと、あ、結構広いですよ。そう、広いっすよ。あ、ほんとだ、なんか遊歩道的な感じなのかな、ちょっとね。なんかこう枯れ葉とかもめくったらいたりするかもね。そうですね。風強いね。森の音が。確かに。まあでもそんな、まあ俺らからしたらね、こうそよ風ぐらいの感じで居心地いいけど。こう照らしたくなる木がたくさんあるってやっぱ嬉しいよね。え、なんかいました。あ、あれ？え、どれですか？でかっ。あ、あれあれ。何？平田？平田に？あ、ノコ、ノコかな？ちょ、見てて。メスですけどね。ノコのメスっぽいですね。何の変哲もないね。あ、行きました。上手に。そう、この間めっちゃ失敗したんだよ。イメトレめっちゃしてたから。はい。何これ？ノコだね。ノコのメスですね。大きいですね、メス。大きい。立派な。ノコのメス、2匹目。素晴らしい。こう、なんでこんなとこ、何してたんだろう。落ち着いてたんかな、ちょっと。結構高い気がしたね。うわ、やべえ、風強えじゃんで、ちょっと止まってたのかな。降りれねえよ。ねえ、決めちゃ男勝りだ。あ、でも結構取れてるね、なんだかんだ。え、なんか前回の最初の時って、まあ、多くは狙ってた。そうそう、場所があれってのもあるけど、で結構もう見つけるのすら困難だった。確かに今回結構ポコポコ出てきました。そうそうそう、すごいね。楽しい。なんか落ちたよ。え、坂田、これ坂田。僕ですよね。ライトで眩しすぎて怖いんだって。俺も第一発見者になりたいな。え、でも最初のここはそうじゃん。まあそうですけど、まあ、だ正確に言えば三森さんまだ1匹も見つけてないですよ。いや、そんなんてことで、ノコギリいたじゃん。あ、そうかそうか。まあでも確かにあれもこう誘導してくれたから見つけたかのはあるけどね。こっちとかどうですかって。なんかすごい床ふかふかですね、ここね。もうなんか落ち葉が土になってるけど、腐葉土的な感じなのかな。やっぱなんだ、カメムシ的なやつか。なんかついてますね。あ、あれか。ちょっと見てみて。あれちょっとアップしてもらって。あの、どっぽいやつ。あ、でもクワカブっぽいっすよ、なんか。まあ、なんか気にしてる。あ、あ、やべ。平田だったら結構でかいし、ちょっと光沢が。平田のメスじゃないですか。いけるかな。いや、無理でしょ。伸ばせばギリ届くかもしれないですね。それ伸びるやつなんや。そう、いけるか。あ、いけるか。ちょっといけるかもしれない。あ、下でもし落ちちゃったら。そうですね。見る係を。
ギリいけない。ちょっとジャンプできた。運動部のジャンプで、あと50センチ飛べばいけます。ちょっと届かないっぽいですね。身長一番三森さん高いですもんね。どこら辺だった？いや、まだ上にいますよ。ここで。できるだけ直立のここ、これ。そこです、はい、その上です。はい。葉っぱがあるから見えないのか。カメラでは狙えてます。カメラでは見えてるんですけどね。ああ、ギリくそ。ギリギリ取れなさそう。おんぶしましょうか、三森さん。マジ肩車します。じゃあ、自分がしましょうか。いいですか。おんぶ大丈夫か。肩車、肩車で大丈夫ですかね。大丈夫かな。せっかく届かなかったら最悪ですよ、肩車してます。64です。64、出ちゃって。あ、すごいすごいすごい。ナンバーチェックは力持ちだ。待って、ライト照らしますね。あそこ、届く？あ、届いてる。落とします。あ、落ちた。あ、来ました。来た。あ、ちょうど。あ、そうだ。落ちた。落ちた。どこですか？何でしょう？そこっすね、そこ。ここら辺でしたよ、はい。あ、いるいる。三森さんの手のところ。おお、来た。あ、ノコだ。肩車まで。肩車の末。取れたノコギリメス。でも大きい。立派な。はあ、大人2人でね、こう取れた凄さじゃなくて肩車普通にしちゃうスタッフさんの凄さ。そうですね。虫への情熱半端ないな。いや、すいません、ありがとうございます。あ、いたな。いや、でも取れてよかったね。上もちょっとはいます ねやっぱ。あ、でもすごいね、めっちゃ取れてる。ちょっとじゃあ僕一人で探しに行っていいですか、三森さん。え、そんなことある？ちょ、やめてよ。めっちゃ取れましたね。まだ、まだある。まだありますね。ちょっと三森さん別行動で。あ、いや、ダメだって。なんでも、やめてよ。さっきの、さっきこう枯れ葉めくった場所はその感じに戻しましょうね。あ、ちゃんとマナーとして、はい、こんなんいるでしょ。めっちゃいそうだけど。坂田ももう探したくなってるもんな。いや、だってその見つけたいですもん、やっぱ。そうだよね。ワクワク。トレジャーハント感あるよね。うん。静かで 100m 進んでないよ。多分。すごいですね。うん。それでこんなに、しかもこの風とかちょっと雨降りそうな条件の中って、うん、すごいね。もうそろ少なくなってきましたよ、見てない木は。確かに。あ。こことかいそうじゃないですか。出たてのとかがいるかもしれない。確かに新生虫がめちゃくちゃぽっぽい。こんな感じか。はい、あとはまた引き戻って。あ、なるほど。ある程度見たっぽいんで、これでまたさっき見た場所の見落としだったり、もしかしたらちょっと顔出してたりするやつとかも出てくるかもしれないから。いますかね。いたら嬉しいね。こっちからでもあんま見てないですもんね。右回りに来た感じが。確かにね。あれ、三森さん、あのカバン忘れてるんじゃないですか。ああ、置いてた。いや、まだあれ忘れてるでしょ。いや、違う、そんなわけない。今映して。ちょっと待って。え？何？これ。水色手作業多かったじゃない。ちょっと待って。いや、スタッフさんまで近づいてると思ってなかったから。今、めっちゃはずいな。水色手作業？多くわかった。いや、いいよ、確認させんなって。テロップにしようとすんな。星のやつ見つけただけでも個人的には満足だったけど、やっぱ生態いるとびっくりしますね。ね、おすすめスペアで、しかもやっぱ
上としては下にいる比率の方が多い気がしますね。確かに今回そうだね。前回ね、なんか上のもうほんと絶対届かないなっていう場所になんか大きいっぽい平田がいたんだよ。そういうパターンもなくはないけどね。上だ、ちょっと注意深く見とかなくて、うん、やっぱ風って結構影響するのかもね。そうですね、こんだけ結構木が揺れてたら、うん、確かに特にノコギリとかこう足腰が弱いタイプはこう落ちちゃって下で休んだりしてるのかもね。ここだっけ、さっきの子がいたの、うわ、もっと手前じゃないですか。手前か、そこの下とかですかね。案外こういう隙間とかに、あ、ここも樹液ちょっと出てますけどいないですね。これからもしかしたら出始めて、いやすごい、なんか逆に俺らは風涼しくていいですね。これも樹液ですか。あ、これも樹液、普通の木からも出てるんですね。そう、やっぱ出るよね。やっぱもうずっと見ちゃうな。もう一回帰りながら見ましょうって言ったけど、本腰入れて探してますもんね、まだ。こんな感じですかね。あ、はい、大丈夫。少ないな。あ、本当ですか。全然少ない。あ、すごいな。普段どんだけいるんだって話ですね。いやでも、ほんと30分ぐらいかな。満足ですね。満足。ちょっと一回じゃあ見せましょうか、トータル。三森さん、あ、ごめん、ちょっと最後新しい思い出ですね。あ、じゃあここで一回整体逃がしてここで一回終わろうかなと思います。はい、ということでまあ大体ほんと30分ぐらい、そんぐらいですね。30分ぐらい、どんぐらいなんだろうね。でも多分30メートルぐらいの範囲、うん、そんな広くはない範囲ですよ。そうで、まあ、木は結構あったけども、うん、でこういう条件の中、まあ、風が強かったりとか、うん、雨降ってすぐとかの中、結果的に、はい、うわ、ノコギリ、大きいの1匹とびっくりするぐらいちっちゃいカブトムシのオスと、ノコのメスが1、2、こっちに3ですね、とコクワガタ、メス。いっぱい取れたね。結構取れたね。え、そう、でも普段はスタッフさん曰くこれの倍ぐらいは取れるらしいよ、条件いい時やばいっすね。そう、やばいな。たまたまここら辺に住んでる人にの子供で生まれてきたらもう最高だよね。最高ですか。スイッチとかいらないもん。ここでいいですか。うん、ここに住むっていうか、ここにベッド置いて暮らすぐらい。めちゃくちゃ取れました結果的に。すごいな。だからトータルは 1,2,3,4,5,6,6匹。6匹か。そう、だから5分に1匹取れるぐらい。しかもなんか計算でファーッと見、なんかまあ僕らも本当素人ですから、ファーッと見てそれですから。そう、別にがっつりっていうわけでもないし、うん、こういう条件でも普通に取れるっていうのはやっぱすごいね。はい、じゃあこれ最後ちょっと僕このまま返していこうと思います。はい、はい、いや楽しかった。ありがとうな、一人一人ね、うん、そう、ここで大量に、あ、すごいすごい、あ、飛んじゃう、あ、ちゃうな、またな、あ、すごい飛んじゃった。飛ぶ瞬間とか撮れてないか。いや、撮れ、どうだろう。で、これめっちゃでかいよね。はい、こんな感じで、はい、はい、無事に、はい、今回は、まあ、生態を見れたのですごい良かったかなと思います。すげえな、夏ですね。夏だね、最高。夏が来ました。まだあと1ヶ月弱こうやって楽しめるっていうのは最高だねそうですね。よし、じゃあそんな感じで、はい、はい、今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。